東京ゲートブリッジは、東京港第三航路をまたぎ中央防波堤外側埋め立て地と、江東区若洲を結ぶ橋梁である。東京港港湾計画に位置づけられた港湾施設、東京港臨海道路の通気事業区間の一部を構成する。建設時は、仮称として東京港臨海大橋と呼ばれていたが、一般公募の中から東京ゲートブリッジの名称が付けられた。 また、恐竜が向かい合っているような、得意な形状をしていることから恐竜橋とも呼ばれる。事業期間は2002年度から2011年度で、2012年2月12日に開通した。東京ゲートブリッジを含む東京港臨海道路、通気事業の総事業費は約1125億円で、国土交通省は開通による経済効果を、 年間190億円と試算している。東京都が策定した東京港港湾計画に記された江東区沸かすと大田区城南島間約8キロメートルを結ぶ東京港臨海道路の一部で全長2 6 1 8ルのトラス橋である。水面から橋梁最上部の高さが、87. 8 7 8ル、海上をまたぐ区間の長さが1 6 1 8ルで、 RC 橋脚の上部に、鋼三景間連続トラスボックス複合構造の橋桁が掛けられ、4車線道路が設けられている。建設地が東京国際空港に近く航空機の飛行ルート上にあるため、航空法により橋の高さに制限が課されている。一方、東京東航路を通る大型船舶が、航行可能な桁下の高さ54.6メートルを確保すべく、 吊り橋やシャバリ橋ではなく三角形につないだ鋼材を組み合わせて橋桁の荷重を分散するトラス構造が採用された。また、島町は440メートルで日本国内のトラス橋としては行きつき大橋を上回り港大橋に次ぐ規模である。当初は2010年度末までの事業外成、2011年度上半期の供用予定だったが、 若須川中央部トラス桁の仮設後に溶接の割れや鉄骨の変形が発見され桁の掛け直しのため完成が半年ほど遅れた損傷の原因は大阪府堺市の日立造船堺工場で製作された桁を東京湾まで栄光して運搬する際波浪により想定以上の衝撃が加わったためと推測される石井紀子によるライトアップ照明機器には 太陽光発電システムを導入、低炭素社会への貢献を目指している。省エネルギー性に優れた LED 照明により夜間のライトアップを行う。夜間景観照明は照明デザイナーの石井美紀子が担当した隣接する中央防波堤内側埋め立て地では都内最大級の公園となる。 海の森公園の整備が進められており、2016年の一部開園後には公園に通じるアクセス路としての活用も期待される。橋の下部と橋脚路面より見た東京ゲートブリッジ東京港と東京ゲートブリッジ1941年に開港した東京港は国営港湾だった横浜港と異なり東京市営港湾として出発。第二次世界大戦後は 東京都が港湾管理者となって整備、管理、運営を一体的に展開し、国直轄による港湾整備は長く行われてこなかった。このため東京港臨海道路についても、城南島中央防波堤外側埋め立て地を結ぶ臨海トンネルを含む愛機区間は都が補助事業として整備した。しかし、バブル経済崩壊後の都の財政逼迫などにより、 莫大な予算を要する通気区間の協梁部分については国費重当率が事業費の3分の2と補助事業の5割より効率の国直轄事業として実施することになった。国が初めて東京港整備に本格関与した同事業が2002年度に新規採択されたのを受け国土交通省関東地方整備局は2002年4月に東京港湾工事事務所を新設している。 中石年性土層が堆積する軟弱地盤である。橋脚橋のコンセプトは、太陽年数百年を目指す橋梁であり、様々な最新技術が導入されている。滑り型免震支障は、延直力、水平力をそれぞれ負担する支障から構成され、橋梁中央部の二つの支橋脚部に2機ずつ並べて、設置している。大地震などの際、既存の免震支匠で支えられる、 水平力の3倍に達する7000トンのトラス重量を過重指示板、バッファーといった機能の異なるニツの支障を組み合わせることで解決した。また、伸縮、歪みの計測センサーが橋の中に埋め込まれており、計測したデータを自動監視することで災害時の影響をすぐに把握できるようになっている。橋脚の基礎に高強度モルタルを内部に充填した交換や遺体ずつ継手を採用し、 次手強度を高めることで、杭本数を16%削減した。上部工には、強度、溶接指向性に優れた BHS 鋼材を採用したことと、トラス主化前の設計に LRFD による設計を取り入れたことにより、通常のものと比べ重量を3%、材料製作費にして12%の縮減を実現した。2009年9月には、 有明地区で建設された大規模トラスが3隻の大型クレーン船を用いて仮設された。高さ40メートルのトラスを橋中央部の市橋,橋脚に仮設したもので3隻の大型クレーン船を用いての仮設は日本国内で4例目である。2013年4月時点で中央防波堤側商工施設は開放されていないため、若須川商工施設へのアクセスを示す。 ワカス川商工施設は、ワカス公園のワカスキャンプ場に隣接した場所に位置する。ありがとうございます。